タタマがチオキの戦い、または1745年6月15日の海戦はニューイングランドの3隻の軍艦と1745年のルイブールの戦いの救援に向かっていたフランスと同盟関係のインディアンを乗せた護衛艦隊との海戦である。フランスと同盟インディアンの軍勢は4隻からなる護衛艦隊と50隻のカヌーに1200人の兵士を乗せていた。 フランスの指揮官は、ポール・マリン・ドラマルグで、一方イギリスの指揮官は、デビッド・ドナヒューだった。この時のニューイングランド軍の戦況は好調で、ロワイアル島の総督ルイ・デュポン・デュ・シャボンは、マリンの到着の前に、ニューイングランド軍が、ルイブールで戦闘を起こすと見ていた。しかしその翌日、ニューイングランド軍は、戦闘を起こすどころか、ルイブールでフランスを叩きのめしてしまった。 1745年5月、ポール・マリンドラ・マルグ率いる200人部隊と100人のミックマク族がアナポリス・ロイアリを包囲した。この包囲は3週間続いたが、その後マリンはフランス軍のルイブール防衛の救援に派遣された。アナポリスの包囲戦の間、フランスと同盟関係にあるミックマク族とマリシート族がイギリス軍のウィリアム・ポートともホーク族の両兵を何人か補修した。 ポートは、アカディアとノバスコシアの獄中から手紙を書き送った。それは、捕虜の手記の中でも、最も影響力のあるものだった。ポートは、アカディアの住民が、コベキドのフランス兵は、イギリス人の遺体は置き去りにしても、ハイダ川を持ち帰らなければならなかったと話していた、ことについて記している。ニューポート歴史協会にある、ターター号の大砲隊イドナヒューが上官する。 レゾリューション号には、タイイ・フォー・オーンズの乗船する、ターター・タルタル号と、やはりタイ,イのロバート・ベケットの乗船する、ボネッタ号とが随行していた。ターターと、ボネッタは、フランスとインディアンの兵が野営していると思われる場所からの煙を見て、レゾリューションを残して、煙を追跡に出た。そのすぐ後、マリンが率いるフランス艦隊が現れた。インディアンのカヌーを目に、風がないできて、 レゾリューションは周囲をフランス艦隊とカヌーに取り囲まれた状態で停戦した。そして1745年6月15日午前10時、ドナヒューはレゾリューションにイギリスの国旗を掲げ、2時間にわたる戦闘が始まった。ドナヒューによれば、レゾリューションは4ポンド砲から200発の砲弾を浴びせ、3ポンド砲からは53発をフランス艦4隻に浴びせた。後に、 ドナヒューは、時間の旋回砲と小銃の攻撃は、常に敵をもてそんでいたと話している。イギリス側はこれを、フランスとインディアンにとっての、大いなる乾杯としている。フランスの護衛艦隊は結局、畳が地へ退却し、ニューイングランド軍の攻撃を予想して、砦を築いた。他にもニューイングランド戦が現れたが、最初の攻撃から一週間後、おそらくは、負けが込んだせいで、 キューロン族は護衛艦隊を捨て、ケベックへ戻った。フォーンズはターターをロードアイランドの母校まで無事に航行した。この間の2問の大砲がニューポート歴史協会の庭に陳列されている。かつてこの大砲は、やはりニューポートのワシントンスクエアにあるオリバー・ペリー記念碑の近くに据えられていた。たたまがっちの海戦の記念碑この海戦はルイブールの陥落に、 大きな意味を持った。マリンの救援が妨害されたためだった。ルイブール陥落から数週間が経ち、ドナヒュート・フォーオンズは再びマリンと交戦した。現在のカンゾ海峡の近くであった。ドナヒュート11人の兵が上陸したところ、すぐさま300人のインディアンが彼らを取り囲んだ。ドナヒュート5人の兵が殺され、残った6人は補修された。 伝えられるところによると、インディアンは、ドナヒューの胸元を切り開いて、血をすすり、彼と兵たちの体の一部を食べたと言われる。この話は、ルイブールに漂っていた、陰鬱でイライラした気分を大いに高めた。7月19日、レゾリューション号は、ハーフマストに国旗を掲げて、ゆっくりとルイブールに入港した。この船の指揮官であるドナヒューの恐ろしくて不運な話は、 すぐさま、ルイブールの乗組員の間に広まった。この戦いを記念して、1939年8月に港を見下ろすたたまがっちの地に記念碑が建てられた。ありがとうございます。